というわけでですね、あとその3つ目で、その線形代数っていうのは数学の手頃な題材の一つですよっていうこともお話ししたので、ちょっとその辺詳しくお話していきますけれども、数学っていうのは、高校までですと、こういろんな分野のことを総括的にこう学んできたので、あまりこう理論の積み上げっていう面が強調されてなかったと思うんですけれども、本来は数学っていうのは理論の積み上げで成り立ってるんですね。よく聞く、定義があって誇題があって、定理があって形があるっていうのをその繰り返しになったりしてるんですけれども、その例えば線形代数における理論の積み上げがどういうふうに行われているかっていう と、まず一番下のところにこの数の指則演算っていうのがあってですね、でその上にベクトルや行列の演算っていうのを定義して、でその上に線形写像っていう概念があって、でその上に固有値っていうのを考えるという、そういった形でこう積み上がっていくというようなことが数学では行われております。で、線形代数はそういう数学の理論の積み上げをですね、比較的手頃なところから勉強できる分野かなというふうに思います。で、その先ほど申し上げた積み上げっていうのはどういうふうな要素から成り立っているかっていうことをちょっと紹介しますと、まず定義ですね。これは言ってみればゲームのルールみたいなもので、まずこれを知らないとゲームができないっていうところですね。スポーツとかゲームと一緒です。例えば、これから勉強しますベクトルの線形独立は何かっていうことを明確に理解して説明できるようにするっていうことがまず大事です。で次にそれから誇題というのがありまして、これは主にその定理の証明を補助する性質っていうのがあって、こういうのをいろいろ証明すると。で、それを経てですね、定理っていうことで、ある対象に関する重要な性質をこう理解するということになります。この例がありますけど、ちょっと時間の都合で飛ばしますけれども、あとは K というのがあって、K はこれ定理から導かれて、その後よく使う性質として、簡単なものとしてこう K というのがあったりします。ということで、そういった流れでですね、こう数学の理論というのは積み上げていくということをちょっと頭に置いといて、これから数学の授業に臨んでもらえるといいんじゃないかなと思うんですけれども、線形代数の授業内容の傾向としましては、春学期の線形代数1ではどちらかというと計算ですね、道具の使い方が中心になります。これ例えば連立一次方程式の解法であったりとか、簡約階段行列の計算であったりとか、行列式の計算であったりとか、そういうなんか計算が中心になるんですね。ところが秋学期、線形代数2とか3になると、そのそれらの計算の背後にある構造ですね、道具の仕組みの探究が増えてきます。それはベクトル空間だったり、線形写像であったり、固有値といったものですね。という、あと特にその線形写像っていうのは、この線形代数の主役を演じるわけですけれども、ということで、秋学期になるとだんだんその線形代数の道具の仕組みを学ぶ機会が増えてくると思うので、その春学期から道具の仕組みもですね、意識して学んでいくと良いのではないかというふうに思います。はい、それからですね、あとは線形代数やもしくは他の数学の授業一般への対策なんですけれども、まず大事なことはですね、その定義の内容と意味を理解して覚えるとですね、でこれゲームのルールを知らなくてゲームを勝てないのと一緒ですので、だからその定義はその言葉だけではなくて、それがどういう意味なのかということをちゃんと理解して使えるようにしておくのが大事だと思います。でそれからあと教科書を読んでいけば分かると思うんですけど、定義ってきて誇題ってきて定理ってきて形っていうふうにこういろんなものが出てくるんですね。で一見すると何を言ってるかさっぱりわからんっていう、最初は 誰しもそうなんですけれども、でそれをゆっくり読んでいってですね、この論理的な関係をつかむというのが大事だと思います。定義ある定義があって、でそれで誇題でどういう意味のことを示しているのか、でさらに定理に進む際にはその誇題がどのように使われているのか、でその定理の何を使うと形が出てくるのかっていうような、そういう論理的な関係を流れを追うっていうのが大事です。で、これはそうですね、こうちょっとやそっとなんですよね、僕の話を聞いただけでは多分すぐには分からないと思います。自分で考えないと身につかない
なかなか身につけるのが難しいと思うので、それは皆さん自身がですね、数学に向き合う時間がと、それから意思が必要だと思うんですけれども、まあ、自分で考えれば考えた分のことは頭に残るし、それで次 のステップに進めるようになります。ですのでこの授業ではその数学はもちろん皆さん自身で考えなければならないんだけれども、一応まあそのガイダンスっていうんですかね、まあ、教科書は事実が載ってますから、教科書の何が大事なのかとか、それからどういうふうに考えていけばいいかとか、なるべくその教科書に載っていないところをこう説明して、皆さんがその教科書に載っている内容を理解するような助けになるようなことをしたいと思っています。でこれは僕もちろんそうですし、あと TA の人たちもそういうことで皆さんのサポートをしたいと思いますので、ぜひそのつもりでまあ、いろいろ質問などしてほしいと思います。ここまでいいでしょうかね。はい。で、じゃあ、線形代数でその何を学ぶかっていうことについてちょっと触れますけれども、まあ、主に学ぶのは線形空間っていうのと、あと線形写像の性質っていうのを学ぶんですね。すみません、ちょっとこの字がですね、線形の形の字が授業の教科書で使っている字とすみません、ちょっと違ってましたけれども、まあ、どちらの字を使うかは、まあ、多分そんなに戸惑わなくて、どちらでもそんなに変わらないんですけど、一応すみません、これは授業で使う線形の形の字ではなかったので後で訂正しておきます。で、じゃあ線形写像っていうのはどういうふうにこうアイデアが発展してきたかっていうことなんですけど、まず、歴史的に遡るとですね、連立一次方程式からを解くっていうところから人々は大体出発しているみたいです。で、皆さん連立一次方程式は多分皆さんですと、まあ、中学で勉強してきたと思うんですけれども、で、まあ、それでこうなんか方程式が2個あってですね、で例えば 3x-y イコール5と 2x プラス 2y イコール4を満たすような xy を求めましょうっていうようなことで、こう人類皆さんの先輩もですね、たくさん方程式を解いていたと。で、それを解いていくうちにだんだんこれをですね、方程式とはちょっと違うものだというふうにこう見始めたんですね。どういうものかっていうと、与えられた点、例えばこれはこの条件を満たす x と y を求めるって問題なんですけど、逆に 3x-y と x プラス 2y っていうのに x と y にそれぞれ値を代入して、でそれがどこへ移るかっていうことを、どういう値になるかっていうのを考え始めたんですね。実はこれっていうのは数学リテラシーで皆さん勉強したと思うけど、写像のアイデアなんですね。で、もともとこの方程式だったものをですね、3x-y を新たな x プライムと置いて、x プラス 2y を新たな y プライムと置くと。すいません、ここは y プライムのプライムダッシュが抜けていたので、後で補っていただきたいんですけど、このプライムと置いて、で、そうするとこれはどうもなんか、まあ後でやりますけど、このベクトルっていうやつ、31っていうベクトルを x 倍して、-12っていうベクトルを y 倍したものになるんじゃないかっていうことをこう気づき始めたんですね。で、このように、写像として捉えると、なんかこういうことが起こるんじゃないかっていうふうに考えられるわけですけれども、これちょっと実際にパソコンのアプリで使ってみました。これはジェオジェブラっていうアプリでして、もしかしたら使ってる人いるかもしれませんが、数学のこういう図形や関数のいろんな計算ができるアプリです。で、ここで出てきたのはですね、先ほど の写像でですね、31っていうベクトルがここにあって、それからマイナス12っていうベクトルがこうあります。で、それの何倍かして加えたやつが、先ほどの連立一次方程式の右辺にあった54っていうところにこう指してるんですけれども、じゃあ、このですね、今指している部分っていうのが、この2つのベクトルで囲まれたこの緑色の格子でこの部分に来てるんだけど、じゃあこれは元 のこれベクトルを伸ばす前のこの灰色の格子だったら どの部分に来るのかということをこう考えるんですね。で、じゃあ今この2つのベクトルのからなる格子でここに来てるものを、じゃあ元 の灰色の格子に引き戻しましょうっていうと、ここにグググググッとこう戻すわけですよ。で、そうするとこの時点でこのオレンジのベクトルが21っていうところに来てですね、ああそうか、ここで
連立方程式の解は2と1だったんだっていうふうに分かるというふうな理解ができるわけです。でちなみに今ですね、この緑色の格子をですね、この元の灰色の格子に戻す操作っていうのが連立方程式を解く、もしくは逆行列を計算する、まあ、そういう操作に対応してたわけです。ということで、我々の先輩はその連立方程式を解くことをですね、このように写像として理解することで、それまで方程式が来たら解く、方程式が来たら解く、この時は何か解が出た、この時は解が出なかった、この時は解が無限個あるっていう形で解いていたのを、どんな時に解が一通りに定まって、どんな時に解が無限個あって、どんな時に解がないかっていうことを体系的に理解できるようになったんですね。でそこにはこの線形写像の性質っていうのは深く関わっていて、そういう線形写像の性質を知ることによって、これから人類が立ち向かう未知の問題についても、あ、これだったらこういうふうに解けるっていうふうに先は読めるようになってきたと、まあ、それも数学の大きな力だと思うんですけれども、まあ、そういう形で連立方程式から線形写像へ理解を深めていったっていうのが、我々の先輩たちがやってきた、通ってきた道 でそれが今の現代の工学理工学の技術でたくさん使われていて、それでも我々も勉強しようということなわけです。ここまででしょうか。そうしましてちょっと先ほどのスライドに戻りまして、ということでですね、一応こういう形で線形代数 の授業をしていきますけれども、今後の進み方として春学期はですね、計算が中心になりますけど、数ベクトルや行列の扱い方、それから連立次方程式の解法と行列の変形の対応、あと行列式ですね、これは行列の性質を表す指標の一つなんですけれども、行列式で学んで、あとは行列式を用いる道具の紹介として、まあ、特性多項式ですとか、あとクラメルの公式なんていうのを勉強していきます。一方で秋学期の方ですね、線形代数2と3では、まあ、背後にあるその行動ですね、行列の仕組み、道具の仕組みに関する授業が増えてきます。例えば線形写像の定義と性質、それから線形写像と行列の演算の関係、あとは抽象的なベクトル空間と線形写像、それからあと線形変換の固有値と固有ベクトルですね。この固有値と固有ベクトルっていうのが特に今のいろんな科学技術ではたくさん使われているので、まあ、重要なアイテムになるかというふうに思います。でさらに、皆さんがこの春学期の A モジュールで勉強してきた数学リテラシーの違いにちょっと触れておきますと、まあ、数学リテラシーでも多分行列線形代数の処方を学んでいると思いますけれども、数学リテラシーでは写像の概念を学ぶというのが中心になっていて、その写像の概念の例として一次変換や行列式を取り上げておりました。でこれに対してこの線形代数の授業では、この線形空間や線形写像っていうのを、まあ、主な対象にしてその理論を学ぶというところがありますので、一応そういう立場を踏まえてですね、いろいろ数学リテラシーの勉強とこの線形代数の勉強を比べて生かしていくとよろしいんじゃないかというふうに思います。ここまで、だいぶ駆け足できましたけど、よろしいでしょうか。